カメラさ、歩道に下がってきたでしょ。ねえ、当たりました。チンパンジーが叫び声を上げて怒っているようです。職員に恐れかかろうとしました。刺さった矢を体から跳ねのけました。チンパンジーかなり興奮した様子です。叫んでいます、叫んでいます。危ないから、ウフフと叫んでいます。いいから早く逃げなさいって言っての。興奮してるからね。かなり興奮しているようです。まだ効き目があるようには思いません。どんどん電線の上を綱渡りしていきます。もう一本の電柱のところまで移動してしまいました。それに伴って下では、あ、猿がまた動き出しました。あ、麻酔が効いたんでしょうか。まだごっこしそうです。片手でどうにか電線を掴んでいる状態です。まもなく落ちそうです。手が離れそうです。体がだらーっと伸びた状態になってしまっています。その下では動物の職員がネットを広げてキャッチしようとしています。今落ちました、落ちました。動物園の職員が